はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿してるので、チャンネル登録、高評価、お願いしますえ。今回は東京都の社内エンジニア正社員、3年目26歳の方の給与明細です。仕事内容は社内エンジニアです。顧客情報システムの保守、運営を行っています。必要な資格やスキルが、Excel、Word など一般的なソフトの知識及びファイルメーカーの操作方法、 勤務時間が1日9時間でうち1時間休憩残業が平均1日2時間収入が月収24万でエンジニアになりたい方へのアドバイスとしてはシステムの知識だけではなく一般的なビジネス上のマナー知識もないと難しいですで給与明細ですえー、と基本給が9万6千円職務手当3万円 えー、障害設計手当ですかね、5万4千円、定額残業手当6万円、えー、通勤手当が8160円ついて、総支給が24万6160円、そこから控除が引かれて、えー、手取りが、えー、12万512円となっています。控、え、除、ー、異様に高いんですけど、社、えー、宅費用で7万5千円引かれています。 で、えー、ご助会費で5000円引かれてるんですけど、まあ、これも多分結構高い方だと思います。えー、今回は、えー、システムエンジニアの方の給与明細でした。3年目の26歳の方なんですけど、えー、まあ、支給も、まあ、東京都なんですけど、まあ、東京だとかなり少ない方だと思います。で、この社宅費用で、えー、7万5000円も引かれてるので、まあ、家賃が、 ないにしても家賃払わなくていいにしても、まあ、12万の手取りだとなかなか都内で生き,て生きていくのは厳しいんじゃないかって思いました今回はこれで終わりますチャンネル登録・高評価お願いします